皆さん、こんにちは。ゼロから始める家族信託、民事信託活用術チャンネル、消費者誌の斉藤です。今回は相続放棄できなくなる可能性がある。まあ、亡くなった方の入院費やなどを、こういったものを支払う前に、注意すべきことについて、あの、解説していきたいと思います。で、まず考えていくっていうところの内容になってくるんですけど、その相続では、その亡くなった方、 が持っていたそのプラスの財産もマイナスの財産もそのまま相続人が相続するということになるんですね。だから当然そのプラスの財産である預貯金のほかその負債などマイナスの財産こういったものも当然相続の対象になります。 で、そのマイナスの財産、まあ借金とか借入金とかですね、これが多い場合、そのまま相続すると、まあその借金を相続人が支払わなければならなくなってしまうため、こういった場合には相続放棄ということを検討する必要があります。 でこの亡くなった人が出た場合に、やっぱりその相続人にとって、ま,あ、まずは払っていかなきゃなというふうに考えるのか、その入院費や葬儀費用など、こういったまあ間近にかかった費用、この支払いを考えることが通常ですよね。で、このお金を亡くなった方の,その預貯金口座から支払った場合、場合によっては、この相続放棄が認められなくなる可能性があるんです。 でこの、えー、とまず考えていく場合のルールが1つあるんですけど、この民法上、財前提として、相続発生後に残された亡くなった方の相続財産を勝手に処分してしまうと、これは自分が相続をしたと認めたと見なされるというルールがあるんですこれを単純承認で言います。 で単純承認は民法921条に定めているんですが1号で書いてある通りその相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには単純承認をしたとみなされますただし例外があってその保存行為等についてはこの限りでないというような規定なんです。 でこの今言った民法921条の相続財産の全部または一部を処分したときに該当するかっていうのが解釈のポイントになるんですね。だから先ほど言った通りその亡くなった親のその預貯金の一部をその引き出してこれを亡くなった親の入院費用について支払った場合です。 でこれについては、専門家でもその見解が分かれていて、その亡くなった方のその入院費用について、もう支払わなければならない、期限が到来したものについて返済することは、まあ、相続財産の現状を維持する行為として、先ほど伝えた保存行為に該当するので、支払っても問題ないという見解もあるんですが、これもやっぱり程度によって判断が分かれてくるんですね。 なので、まあ特にまだこの弁済の期限、まあ請求期限ですね、何日まで払ってくださいって言われてるやつで、期限が到来していないものに特に勝手に支払ってしまうと、この相続財産に手をつけたとして問題となってくる可能性があるので、まあ安全のためにも、まずはこれはその弁済していいのかどうか、まあ期限が到来しているのか、到来していないのかといったことを判断するためにも、専門家に相談するまで手をつけないって言ったところが理想です。 で今言った入院費の他にもやってしまいがちなことなんですが先ほど申し上げた借金の支払いやアパートの清掃やその滞納家賃の支払い。 そして、あと、その、まあ、あの預金の引き出し。まあ、こういったような行為については、あと、葬儀費用の支払いもそうですね。こういった行為については、その亡くなった方の預貯金から払ってしまうと、相続を認めたものとみなされて、相続放棄ができなくなる可能性があるので、注意をしておいてください。 でも、どうしてもお世話になった医療機関などに、そのかかった費用を支払いたいといったような思いがある場合にはどうすればいいのかっていうと、これはその入院費などの支払いを先ほど言った亡くなった方の預貯金、つまり相続財産からではなく、そのお子さん自身、つまり相続人自身のポケットマネーから支払うといったことをしていただいた方がいいと思います。これは相続財産に手をつけたっていう形にはまあ引き出してないですからね。 必ず相続放棄を行うことがでできるんですねただしトラブルにならないようこの領収書の宛名は個人の名義亡くなった方の名義ではなく相続人自身、まあ、自分のお金で払ったとっいったことを後ほど証明できるように自分の名前で領収書をもらえるようにして証拠として残しておくといったことをぜひ心がけておいていただければなと思います、はい、では最後にまとめになります。 まあ今お話しした通り、その相続放棄を考える場合には、注意すべきポイントは3つあります。まず、よく分からなければ、まあ、この亡くなった人に関する負債等について、まあ、あと財産については、相続音期検討しているときには、一切手をつけないというのがポイントです。でどうしても、その亡くなった方に関する何らかの支払いを考えているのであれば、まずは自分のポケットマネーから支払いましょう。 そして判断に迷うときですね、トラブルになりそうなとき、まあ、あの迷う事案については、すぐ専門家に相談するようにしてください。特にこの相続放棄は期限3ヶ月以内と亡くなったことを知った時から3ヶ月以内というような期限もあるので、まあ、あの迅速にその判断をしていかなきゃいけない事案です。 で、その相続認められてしまうと、もう負債もプラスの財産も一切合切相続しなければいけないっていうルールがあることから、やっぱり注意をして、あのそういったことに当たっていくっていうことが必要です。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。当事務所では、定期的に自宅からウェブでも参加できる家族信託セミナーを開催しています。 家族信託セミナーでは我が家にぴったりの資産承継方法について分かりやすく解説していますご興味ある方はセミナー内容を詳しく説明したページを概要欄に貼っておきますので是非チェックしてみてくださいこれからもこのチャンネルでは家族信託について有益な情報を発信していきますチャンネル登録よろしくお願いします